はい、というわけでレガシー戦挑戦者決定戦準決勝がまもなく開始となります。先行は2位通過の左の西野文明選手の先行からスタートとなる予定です。あ、ちょっと勘違いしてたんですけれども、はい、UR デルバーってその果敢型かとちょっと僕思っちゃってたんですけれども、なるほど、果敢型が結構主流ではあるので、はいはいはい、そうじゃなくて、妻狩りさんのデッキは、スペルピアスが入っていたりとか、うん、ですね、はい、不毛の大地が入っていたりして、うん、あのゴリゴリに攻めるというような感じというよりかはテンポによった構成っぽいですね。さあ、そしてシゲレンのシャーマン、これは即チェーンライトニングで妻狩り選手が役立ち上がり、そうですね、そして2体目を追加と、やっぱりやはり処理しないと、そうですね、うん、テンポ合戦になるので、うん、こうマナクリーチャーとして使えるシゲレンはかなり強いんですが丁寧に除去していく。さあ、2体目も除去してさらにここで夜空の溶岩術ですね、こちらを追加している、はい、溶岩使いはもう生き残ってしまうと、うん、グリクスデルバーは本当それこそ墓忍びを出すしかなくなってしまうので、うん、生き残ってしまうとかなり強いんですけれども、いちいちとちょっとボディが弱いのですぐ除去られてしまいそうな感じですね、うんうんうん。しかし西野選手の手札には稲妻が2枚、そして篠田の宿敵も見えますね。ここでデイズを打たれなかったということは、うん、おそらく妻狩りさんの手札にデイズがないので、うん、すぐネミス出したかったと思うんですけれども、うん、血が引けなかったですね。さあ、ここでギタクシア派の調査から、さあ、獅子切断もありますね。獅子切断もこれギタと一緒でライフペイが痛いですね、このデッキ相手には。なるほど、まあ、あんまり打ちたくはないという感じです ね、 ですね、ライフペイしてもだよね。おそらくグルマグのアンコウとかのために入れてるようなカードですね、うん、このマッチアップだと UR 側に発展の代価が入ってるかどうかも結構肝になるんですけれども、うん、妻狩りさんのリストにはメインにはなさそうですね。さあ、妻狩り選手ここで不毛の大地でボルカニックアイランドを破壊していきますね。さらに土地を縛っていこうと。西野さんの手札に稲妻が2枚あるから、うん、あ、なるほど、これで溶岩使いが生き残る展開になると、うん、さあ、マナー出したんですが、おそらく戦闘を1回挟んでいるんですかね。そうですね、うん、さあ、ここで土地を求めてブレインストーム、ここで土地を引けないと、あ、さあ、引いたのが蜜を掘り下げるもの、ソブウィルブレインストームですかね。土地止まりましたね、うん、これは妻狩りさんがかなり優勢に見えますね。なるほど、こういったテンポの取り合いになってくるわけですね、はい、さあ、そしてこのラバマンサーが生き残ると。西野さんの手札にデルバーがありますが、うん、溶岩使いが場にいると全然役に立ってませんからね。さあ、妻狩り戦3枚目の土地を手に入れて、ここからおそらく手札の真の名の宿敵を出してくるのではないかと、うん、これ場に出ちゃうとメインでは全く触れないと思うので、うん、このままゲームが決まってしまうほどのカードになりますね、うん。UR 側は基本土地を出せるっていうのも強みですよね。なるほど、当然対戦相手の不毛の大地が効きづらくなってくるということですね。ここはそしてアタックと。あ、西野さんはさっきのターンに放送ウィールを手札に入れているのでカウンターできた。まだゲームは続きますね。
これで溶岩使いを除去られてしまったので、うん、クリーチャーを展開できない。ここからは中盤戦にもつれ込んだというような。そこでブレインストームに呪文貫き、土地が伸びないですね。なるほど。これスタンダードとかやってる人だと、うん、西野さんの場に土地が1枚しかないような状態で中盤戦っておかしくないっていうような感覚になるような気もするんですけども、うん、レガシープレイヤー化するともうここまで来ると中盤戦、この感覚はちょっと違うかもしれないですね。なるほど。もう一通り攻め合いが終わった後ということですね、はい、あとはお互いトップにかけるというような、うん、さあ妻狩選手今度はチェーンライトニング本体に打ち始めましたね。あ、なるほど。さあここで目くらまし徹底して土地を引かせないと。さあそして雲の大地、土地がなくなっちゃいましたね。なくなっちゃいましたね。が、お、ここで引き直しましたね。こうなるとどちらが先にクリーチャーを場に定着できるか、させれるかっていうことになりますが、さあメインでブレインストーム、土地置いてからブレストしましたね、本当だったら、フェッチを切りに行きたいので土地を置きたくないけれども、スペルピアスケアですね、おそらく。なるほど、なるほど。ここら辺 の、 その呪文貫きとか目くらましを警戒しつつの、はい、展開になってくるんですね。そうですね、さあここで秘密を折り下げるものデッキ面にもなっている強力クリーチャーですね、はい、西野さんの手札に稲妻がいっぱいあったので、ここで赤マナを引ければまた膠着状態が続きそうですね。これが取った。カマナ引けるか。逆に引けないとゲームが終わっちゃいそうな匂いがしますね。さあ今稲妻を戻そうかという感じになってそうなんですが、どうなんでしょうねこれ。ちょっとわかんないですね。ちょっと戻すカードを選んでるところですね。土地さえ引ければ妻狩りさんの手札はもう息切れ寸前というところなので、西野さんが盛り返すというような展開も全然ありえると思います。引けましたね。さあ汚染された三角巣からカバナをゲットと、はい、これ念のため確認なんですけれども、選手たちはお互いのデッキリストは見てない状態でやってるんですね。はい、見てない状態ですね、はい、だとすると西野さん側からすると、お互いなんですけども、相手のデッキにもみ消しが入ってるかどうかっていうのが非常に怖いんですよね、なるほど、はい、なのでもうこれまあ私たちはリストを見ているので分か、お互い入っていないんですけれども、多分 お互いがもみ消しも頭にちらつきながらゲームを進行しているとは思います。さあここでこの稲妻に一種の力をカウンターしてきましたね。なるほど。これはどうでしょう。そうですね、おそらく妻狩さんは西野さんの手札にもう一枚稲妻があることを知っていると思うので、なるほど、ここで決して3点入れてもまた除去られてしまうことを知っているのではないかと思うんですが。なるほど。さあ公開されたのは稲妻で変身していきますが、こうなると、ビルデポンダーを切ってしまったのでなかなか。さあ秘密を掘り下げるものが今度は西野選手の場に。さあ本体稲妻を打ちましたね。本体なんだ。ということは積んでいるこの2枚目が火力ではなかったですが、これで西野選手のライフは3。なるほど。稲妻蹴れないですよね。妻狩さんなかなかすごい攻めっ気ありますね。
天の代価はないので稲妻かチェインライト、チェインライトニングが4枚入ってるんですね、うん、稲妻と合わせて8枚あるのでそれをもう絶対に引いてやるぞという気合が伺えますね。ただもう火力5枚使ってたかな。いい選択かもしれないですね。その、うん、仮にデルバー、目の前のデルバーを除去ったとしても相手の手札まだ2枚か3枚 あるので、うんうん、ここで消耗戦を持ちかけてもダメだという判断をここでしたのかもしれないですね、うん、ここでシアンでかなり悩んでいる。西野さん側とすればもう自分のライフが3しかないので、うん、もういかに早く相手のライフを削る、とっとと勝ってしまわないと、いつかは相手が稲妻を引いてしまうので、うん、ゲームを速やかに終わらせ、できるだけ終わらせるようなドローソースの使い方をすると思いますね、うん、さあここで意志の力を加えましたね。なるほど、稲妻もし引かれても消してしまえば問題ない、うんうんうん、こうなると意志野さんの優勢な盤面になってきましたね。つまがりさんは何かしらの有効牌を2枚は2枚以上引かないと、うん、フォースオブウィルされて、しかもデルバのクロックがかかっているので、さあフェッチも切って9となると、うん、あと3ボルトで死にますね。あ、これは土屋選手の独自理論として有名なこのインタビューなんかでもね、はい、一時期ボルト山という独自理論を提唱されてたことがあったと思うんですが、はい、まあ、ちょっとご存じない方も多いとは思いますが、デルバーがパワーが3なので、うん、こう、まあ、1回殴るということは1回稲妻を打っていることと同じということで、うん、デルバーのデルバーというデッキはこう相手に稲妻を6回打てば勝ちっていうよう な、 なんかそういうような、なるほど、はい、マレガシーではフェッチランドも対応するからと、そうですね、言ったことですね。ライフが18ぐらいには自分で削れてるだろうから。さあここで若きグレンジツ氏ですが、これはカウンターしてきましたね、うんうん、ライフが2、しかしこれで稲妻を引けばという展開にはなってきましたね。西野さんは追加のアテルバーじゃないのかな、めくらまし、ブレストとめくらましが2枚、うん、なるほど。つまがりさんの土地がもう4枚もあるのでめくらましはほぼほぼ使わなそうですね。さあメインで渦巻く知識ですね。さあまたもあ放送ビル、うん、引いてますね。そして稲妻も手に入れているのでここさえしのげばと。そうですね、そうですかね。そしてさあ手を叩いてお祈り出れば、あ、これをこれは通ったと。あ、通りましたですが、稲妻が西野選手手札にあるので完成されなければと、ね、うん、さあまずは西野選手が一本取ったと。そうですね、うん、いやまさしく応酬でした ね、 そうですね。クリーチャーと火力のぶつかり合い、うん、なかなか男同士の戦いっていうような感じがしますね。なるほど、2本目はつまがり選手ですね。右のつまがり選手の先手からスタートと。さあ西野選手、西野力が2枚ですね。あ、
そして残したんですね。妻狩選手も残していると。あー、なるほど、なるほど。キープ、まずは妻狩選手の秘密を掘り下げるものですが、これはカウンターせず、ね、UR デルバーの側がですね、その血染めの月とか絶対に通せないようなキラーカードが入っているっていうのを踏まえて、おそらく西野さんは色を入れてると思います。そして逆に言うと妻狩さんはそういったキラーカードを通したいっていう意思があって、意思の力を入れてると考えられますね。さあ、ここで西野選手はこれに対してシギレイのシャーマンで答えますが、ここで渦巻く知識の妻狩選手、妻狩選手ちょっと土地が多く見えますね。そうですね、まあでも1枚は不毛なので、うん、まあいい感じの手札にも見えますね、うん、なるほど。さあ、稲妻を公開して秘密を掘り下げるものが変身。やっぱり先手のデルバーは強いですね、うん。2ターン目のシギレイのシャーマンはそのまま生きてしまうと本当に強くてですね、うん、1ターン目のシギレイが生きるとそのまま勝ちって言っても過言じゃないぐらいの力を発揮するので、うん、ここを除去っていうのは非常に大事ですね。やはりこれは即稲妻ですが、放送ウィルするという手も、悩んでますね、うん。土屋さん、ここはどうでしょう、はい、カウンターしても良い。そうですね、やっぱり、うん、難しいですね、うん、相手の手札は分からないですからね。そうですね、あの本当お互いどこまで相手の目くらましをケアするのかっていうチキンレースになりやすいんですよね、うん。さあ、これはカウンターと、はい、うまくいきましたね。シギレイが生きないとおそらく墓忍びとかも出しにくいと思うんですよね。錯覚を引いたのか、錯覚ドローですね。錯覚、うん、は結構デルバーデッキにはよく入るのを見かけるんですけれども、うん、たまに梅沢の実手とかがサイドインされることもあるので、はいはいはい、そういう場面にも使えるのが錯覚のメリットですね、うん。まあ、最新のカードであるんですけれども、こういったカードでもレガシーでも全然使われることあると。そうですね、さあこれは水流派でカウンターですかね、稲妻を、うん。だがやっぱり消耗戦って感じですね、うん。クリーチャーに対して除去を打つで、除去に対して追加のクリーチャーを出すかカウンターをする、うん、どちらが先に息切れをするかというところですが、妻狩さんの手札はやっぱりそのフォースオブウィルが足かせになっているように見えますね。そこで西野選手の手札が若き愚連術師シアン秘密を掘り下げるものといった感じですが、じゃあシアンからですね。秘密掘り下げるもの、はい、最初は先手の妻狩さんが、押してましたけれども、西野さんがひっくり返した状態ですね。ここで血染めの突き引きましたね。なるほど、非常に強いカードではあるんですけれども、完全に盤面的には西野さんが押してる状態になってしまっているので、うん、出すは出すけれども、この先相手のクリーチャーを除去れるかっていう、うん。シギレイのシャーマンも、ね、生き残ってるわけですもんね。本当にシギレイは強いですね、うん。相手のライフを攻めることもできる極楽鳥みたいな、うん、
なぜかね1マナなのに3役もこなせるという、はい、うね、この1マナのプレインズウォーカーとか言われたりしますからね。なるほど。でデイズ、これは目くらましで、なるほど。さあデルバー誘発しないで引きましたね今。なるほど、これはもったいないですね。うん、1ボルト損ですかこれで。3分の2ボルト損しました。3分の2ボルト、なるほど。さあここでシギレーのシャーマンから若きグレンズ氏、それとも展開はしていきますね。 UR 加冠とかだったら乱暴転落入ったりするんでこの盤面もまくったりするんですけど、なるほどなるほど。こういう西野さんのテンポ型のタイプでだとそういうのもできないですね。山盛りのクリーチャー、うん、さあシギレーの2体目を追加して日本選手土地はないんですがひたすらタックしていきますね。すごいですよねこれ、スタンダードとかだと考えられないですよ ね、うん、そうですね、土地が0枚でクリーチャー4体並んでるって。このシアンでなんとかしたいつまがり選手ですが、土地土地ちょっとシャッフルするかどうか悩んでるような感じですよね。手札も土地だったのでかなり厳しいですね、うん、何引いたんだろう。春章、なるほど、春章の窓をして、さあここはやはり若い連日使用、うん、そうですね、全体除去になるようなものがないので、うん、もう丁寧に1枚ずつ除去っていくしかないんですけれども。なるほど。さデルバーこそ変身しないものの、これはもう、うん、99% ぐらい西野さんの優勢ですね。なるほど、土地がなくても、まあ、シギレンシャーマンが生き残っていると、ね、はい、さあ2点ライフルーズで削っていく西野選手ですが、さらにデルバーも変身。正直これはもう積んでますね。なるほど、それぐらいですか、はい、そうですね、何を引いてもまくれないですね。さあここで渋空の溶岩石、これが通る、これはワンチャンあるのか。そうか、でもダメージレース的に大丈夫かな。まあ、ギリギリといったところになりそうですよね。もしかしたらこれで、さあこれで妻狩選手ライフが8、さあこれで5、さあ間に合うのか。西野選手土地がない状態ですの で、 そうです、ね、これもう盤面のクリーチャーを除去られてしまうと、うん、ひっくり返る。さあ妻狩選手チェーンライトニング引きましたね。間に合うかもしれないですね。これは間に合うかもしれない。さあこれをカウンターすることができない西野選手、うん、さあそしてここはシブズラの溶岩使いでまだ早い、まだ早い。これはシギレーのマナ能力っていうのはマナ能力じゃなくて起動型能力、はい、うん、になってスタック上に乗るので、あ、なるほど、はい、なるほど。黒マナを出すスタックで、立ってる方のシギレーを除去れば2点食らわずに済んだんですけれども。なるほど、この2点は大きいですよ。そういった細かいテクもあるわけですね。さあしかしこれ似て飛んでないですね。飛んでないの、うん、さあここで土地を引き入れた西野選手ですが、差し入れ能力と合わせてグレンズ氏が、若きグレンズ氏が出ると。
なるほど。でもこれ妻狩りさんまくったかもしれないですね。分からなくなってきましたね、はい、ライフが3で、まあ、依然綱渡り状態ではあるんですが、です、ね、さあここで若木蓮司、しかしこれで土地からしぎれも起動できるので、これ悩ましいですね。どちらから先に、やはりグレンジですか、それでもこれはそうですね、まあ、ブロッカーとして春章が1体いるからが、もう1枚チェーンライトニング引きましたね強いな、あ、まくりましたね、すごい。さあここでしぎれも除去、西野さんの手札に稲妻があるわけではないので、うん、赤マナと稲妻って引かないと、あ、すごいな、食っちゃったんだ。さあ西野選手の手札が石の力とグレンハーですね、うん、ラバマンサー強いな、強いですねさあ絶対絶命と思われた妻狩り選手ですが、はい、地面の黄金使いでなんとかドロソチェーンに繋いでます。こうやってあのドローソースを連打することになるので、この順番をどうやって打っていくかっていうのは、うん、結構慣れが必要なんですよね。なるほど。何かセオリーみたいなものがあったりするんですか。そうですね、まあ基本的に自分がよく言うのは、うん、ブレインストーム、渦巻く知識はアンリコを目指せと。なるほど。でシアンはデモチを目指せっていうのをよく言うんですよね。なるほど、はい、それはどういったそうですねあのあるんでしょうか。渦巻く知識は不要牌になるものを2枚吐けば事実上3ドローに近い動きになる、うん、それを最大効率として目指したいっていうのと、うん、あのシアンは自分でシャッフルできるので、うんうん、限りなく今探しているピンポイントのカードを探すっていうのが最大効率なので、うん、なるほど、そこを狙うっていうのがまあ定石だと思います。状況に合わせてどちらから打つかというのを決めていくわけですね。追加のクリーチャーも引いてきて、本当にこれ妻狩りさんが稲妻引いたのかな。あ、そっかそっか。数ターン前だとあんなに頼りなかった春書の魔導士のボディですけれども、たまらず赤ぶらするような展開になりましたね。あ、失礼しました、10面なんですね。あ、失礼しましたさあライフは7対3と、はい、もう西野さん土地もあるから稲妻を引けばもうそのままゲームエンドですね。スマを引くのが先か殴り切るのが先か、うん、ラママンがあーデズ、なるほど。これでデルバーがひっくり返ると逆転勝利。そこでライフが5。さあひっくり返るか、ひっくり返った。おすいません、自分がヌーブでした。あの 99% 西野さんの勝ちかと思ってたんですけど。なるほど。はい、というわけで接戦を制して妻狩り選手が1本取り返して、ロブは3本目移ります。まあ、逆にこのデルバー系デッキが苦手とするデッキというのはどういうのがあるんでしょうか。そうですね、あんまりないんですよね。あ、あんまりないんですね。それが強みですね。ただ、なるほど、今回のトップ8にはいないんですけれども、うん、最近ちょいと流行っているあの土地タンは非常にデルバーデッキには強いので、なるほど、はい、そういった苦手なデッキが少ないというのもおすすめできる要素の一つなんですかね。そうですね、はい、はい、というわけで3本目最終戦ですね。
さあ西野選手一試し切れ、3ゲームとも一試し切れじゃないか、すごい強い、禁止候補筆頭ですからね。巷で話題の、なるほど、いつシギレイが禁止になるのか、シギレイかギタクシア派の調査が危ないんじゃないかっていう噂が。なるほど。さあ山を持ってきたということは、これは当然即除ですが、これは目くらまし、これは西野選手一歩リードと見ていいんでしょうか。そうですね、フリーチャーをいかに展開していくかがお互いのまずは目標なので、目くらましのデメリットがもうすごく軽減されるんですよね、そのシギレイだと、さあここでシゲのシャーマンからシアン、もしかしてハカシノビかな、ハカシノビが出るとこ見たいですね、見たいですね。さあ西野選手が自分の気に入りカードにも挙げていたと、はい、のハカシノビですね。かなり慎重に、さあここで君ぞ掘り下げるも追加してターンエンド、うん、展開に差がついてきましたね。おっとここで若きグレンズ氏が通る、若きグレンズ氏も除去できないと永遠にトークン見続けて、うん、すごいことになっちゃいますからね。僕はよくあの、はい、若きグレン術師のことをあの2マナのエルズペスって呼んでた時もあったんですけど、なるほど。結構何かに例えるのが好きなんですよ、好きなんですよ。なるほど。ブレストはアンリコとか。なるほど。というのもやはりトークンを生み出し続けるからと。そうです ね、 ね。おっとここで強気だな、渦巻く知識に血の力、基本的にはアドバンテージを失ってテンポを取るのがフォースオブウィルの役割ですけれども、うん、まあ、ブレインストームは直接的に盤面に影響するカードではないので、うん、なかなかそこをテンポを取る以外の目的で使うっていうのは勇気がいるんですよね。あ、なるほど、デルバーの誘発で打った渦巻く知識だったんですね。そうですね。なるほど、まあ、ここでひっくり返らなかったので、うん、まあテンポ取れてますもんね。なるほど、フォースリーのおかげで、うん、さあ不毛の大地を引いたんですが、妻狩選手の土地は全て基本チケット。西野さんおそらく、うん、クーマの服元ですね、うん、先ほど申し上げましたけれども、そのネメシス相手に使いたいカードだけれども、ヤンパイが出ちゃうと腐っちゃうんですよね、うん、なるほど。今の状況でも非常に打ちづらいところは打ってもほとんど意味がない。そうですね、ですね。さあシギレイを稲妻、さあ放送ビルあるんですが、他に青いカードがないのでこれをカウンターできないと。うん、そしてトークンが増えていく。これは妻狩さんがまくりましたね。なるほど、序盤の攻防から。そうですね、はい、序盤からこの押し引きがこう急激にあるのが見てて面白いですね、うん、そうですね。結果今のところ妻狩選手この、まあ、強気といいますか、かなり
そうですね、前にというのが構想している感じですかね。どうしてもクリーチャーをバンバン並べられて、しかも相手の目くらましがあるかもしれないっていうのをこう、うん、どこまでケアするかっていうのを考えながらのプレイになるので、うん、なかなかこう攻めるに攻めきれない場面っていうのも多いんですけれども、やっぱり受けてばっかりだと勝てないので、うん、どんどん押していこうっていう気持ちが見えますね。おそらく西野選手の今の手札は意志の力とエッジランドで悪魔の布告ですね、うん、とあと何か、ドローした、ちょっとまだ見えていないんですが、薩摩狩り選手の手札が渦巻く知識と呪文貫きですね、うん、西野さんのデッキにはこう一点オールみたいなカードは入っていないので、うん、この番あ出た出た墓忍び出ましたね。さあこれはこれは出たらさすがに、そうですね、この本当に出た墓忍びの強さって、ここ普通アンコウなんですけど、はい、アンコウだともうヤンパイで全然止められちゃうんですよね、うん、それがないっていうのが、さあこれを渦巻く知識で細身でカウンターしたいところですが、あ通りそうですね、目くらましも、うん、なさそうでしたね、はい、いやー墓忍びかっこいいな、墓忍びかっこいいですね自分も非常に好きなカードではあるんですけどね、うん、これをなんとか水質が出てきました。妻狩選手、うん、打ち消せないとなるとどうにかこうにか超えていくしかないくなっちゃうんですけれども、うん、もう本当にたくさんヤンパイトークンを出すか、うん、まあアワマンサーの軌道と稲妻の合わせ技とかしか落ちないですからね、うん、さあこれが通りました。これが見たかった。さあ突如出現したこの飛んでる5号そして今若きグレンジェツ氏のトークンがこれ3体ですかね、合計で、うん、まあ、ただデルバーさえ焼いてしまえば、うん、まあ5点クロック同士なので、まあ盤面はまだ膠着っていう感じですね。なるほど。状況はないのか、うん、秘密を掘り下げるものがありますね、うん、発展の代価引いたら面白いことになりそうですね。なるほど、確かに。さあここで放送ビル引いてしまいましたね。一旦遅いですね。殴りいきました、ね、うん、本当に叩く、うん、削っていかないと、うん、めくれない不毛の大地ですね、うん、不毛杯ですね、うん、基本土地出されちゃってるから、うん、こうなると墓忍びも殴りづらいですね、うん、うん、殴れない、うん、ですね、
帰らず、うん、あしかしこれは真の宿敵、あ引きましたね、強い、これは当然出ると形勢がかなり、そうですね、勝ってくる、あ一点のために殴るんだ、なるほど、本当に強気だな、これで5ボルト圏内にそうですね行ったってことですね、はい、でもネメシスこそボルト弾の申し子ですからね、なるほど、申し子なんですねさあこのプロテクション選ばれたプレイヤーというむちゃくちゃなこの一文ですね、はい、ちっちゃい大阻止ですから、ね、うん、最初選手またドローが土地だったのかな、これはしかし墓忍び殴るわけにはいかないですもんね、そうですね、さあこの裏帰らずと、これは妻狩りさんの 99% なるほど優勢が、まあ、99% 逆に言うと今西野選手一番欲しいカードというと何になりますかね、そうですね、もう不要牌がいっぱい溜まっちゃってるので、うん、まずブレスト引いて、うん、まあ、たくさんクリーチャー並べるとかですね、うんうん、まずはこのクロックに対抗する、そうですね、場にしたいということですね、その時にもしここで伝子の痕跡を引けると、うん、相手のデルバーとヤングパイロマンさん両方やれるので、うん、それをもし引くと一気にクロックが逆転してくる、そうですね、サニシノ選手稲妻をドローしましたが、うん、裏返らないでフェッチを切ってドローしたんですね、なるほ なるほど、デルバーがなかなかひっくり返らないですね、うん、もう西野さんの方もそろそろ殴っていかないと勝つもんも勝てなくなっちゃいますね、うん、うん、殴らないと、さすがにしびれを切らして、うん、アタック、なんか悪魔の復刻も使っちゃうんじゃないかな、あ、ちょっとない、そこでチェーンライトニングをめくってついに妻狩り選手のテルバが変身、でクロックは6点、そこはさすがに連日島ではアタックいかないですかね、いや、行く、妻狩りさんなら行くでしょう、妻狩りさんなら行くそうか、全部通したらね勝ちなんですね、そうですね、なるほど、うんうん、西野さんももし次のターンテレバーが裏返って稲妻本体に打つつもりだったんですよね、うんうん、チェーンライトニングを本体に打ったんですかね、赤赤あると返されちゃうんだけど、うん、ないですね、あ、いるか、これはホースビル数値がピアス、スペルピアス、これは強烈、そしてトークンが増える、さあこれでライフが西野選手8、殴りましたね、行きましたね、妻狩りさんなら殴りますよね、なるほど、この前のめりな、はいはい、そうですね、まあ、これは当然フルパンだと思います、うん、これで西野選手ライフが1、うん、こうなると、うん、デレバーがマストブロックなのでそのまくり用もないって感じになっちゃいますね、うん、さあここで何か引けるか、非常にも不毛の大地、最後の最後まで腐りましたね、さ
ここで試合終了ということで、デルバ対決を制して決勝に進んだのは青岡デルバ妻狩周平選手でした。おめでとうございます。